読み上げよう。レクサス新型レクサス LC、LC500LC、500HLC 500、F プレミアムラグジュアリークーペ世界初のマルチステージハイブリッドシステムを搭載 SC、後継となる高性能スポーツカーとして BMW と共同開発で2017年4月頃発売、2012年1月のデトロイトモーターショーにおいて LF。 LC として公開した。その後、さらに、2013年3月のジュネーブモーターショーではオパールブルー LF、LC を公開。その後、音沙汰なしとなる。公開して、早2年となるが、ここに来て LF、LC は次期モデルの新型 LC となると言われ出している。2016年1月11日から開催したデトロイトモーターショー2016で新型 LC が披露された。2016年3月1日から開催されるジュネーブモーターショー2016で、世界初のマルチステージハイブリッドシステムを搭載した。新型ラグジュアリークーペ LC500H を出展した LC500H の詳細は ジネーブモーターショーに先駆けて、日本時間の2016年2月18日に発表した。米国カリフォルニア州モントレーで行われている2016モンタレイカーウィークにおいて、レクサスはレクサス L-C500 の2017年にリリースされる車両に、エンジンのパフォーマンスをわずかに向上するアップデートをし、5 0ー v 型8気筒エンジンを、最高出力、475ファーダストークから478ファーダストーク、最大トルク、54キログラムから55キログラムずつ強化されることを発表した。 新型 LC はレクサス SC の後継モデルとして販売するプレミアムラグジュアリークーペである SC は日本ではソアラとして販売されていたもので2010年に販売を終了したモデルであるそもそも LF LC はレクサスのデザイナーが試しに作成したモデルであったが、公開以降あまりの評判の良さから、ここに来て開発を進めることとなったようだ。また、現在、トヨタと BMW が新型のスポーツカーを開発中とあり、上位に位置するミッドシップの構成のスポーツカーを開発し、BMW とトヨタのレクサスブランドで投入するのではないかと言われている。LF、LC に搭載されるパワートレインは、ハイブリッドになることが公表されている。モデルは2種類でレクサス LC500 とレクサス LC500H である。 そのことから新型 LC として搭載されるエンジンは BMW と共同開発されるのではないかと言われている。レクサス l c 505.0LV 型8気筒エンジン最高出力、475ファーダストーク7100レバルーシャンズパーミニットから478ファーダストーク最大トルク、54.0キログラム4800から5600レ,レバー出張にすればルーシャンズパーミニット55.0キログラムキログフラム。 レクサス LC500H 世界発マルチステージハイブリッドシステム V カタロ気筒3 5リッターエンジン最高出力 220kW6600 レボシチオニスレバルーシャンズパーミニット最大348ニュートンメートル4900レボシチオニスペレバルーシャンズパーミニット出力は 264kW64kW マルチステージハイブリッドシステムでは2つのモーターを使用したレクサスのハイブリッドシステムに油段ギアの自動変速機構を組み合わせることでエンジンとモーター両方の出力制御が可能になった。 エンジンの高回転化と合わせて低速域ではエンジン使用領域を高回転側に拡大し低速から力強い駆動力を生み出しパワフルな走りを実現加えて低速域から高速域まで システム効率の高い動作点を選択し EV 走行領域も拡大することでエモーショナルな走りと燃費性能に優れた快適なクルージング走行を両立したさらにレクサス LC にも今回 LCF が設定されレクサス LCF4.0LV 型8気筒ツインターボエンジン最高出力612ファーダストークトランスミッションはアイシンが開発した重速オートマチックトランスミッションが組み合わせされる予防安全パッケージレクサスセーフティーシステムプラスを採用 ミリ波レーダーと、カメラを用いて前方の車両や歩行者を検出し、警報、ブレーキアシスト、自動ブレーキで衝突回避支援及び被害軽減を図る、プリクラッシュセーフティ車線維持をサポートする、レーンキッピングアシスト、夜間歩行者の早期発見に、清白ハイビームを自動で切り替える、オートマチックハイビーム、そして先行者との車間距離を保ちながら追従走行する、レーダークルーズコントロール、全車速追従機能付き、これら4つの先進安全技術をパッケージ化し、多面的な安全運転支援を強化。 新開発 FR プラットフォームは新開発の大ランフラットタイヤを四隅に配置そしてエンジンを車軸の後方に置き 人や重量物をより重心に近く、低い位置に下げ重量配分のバランスを調整するなど、完成初元を作り込み、走りの理想形に近いフロントミッドシップのレイアウトを創造。光合成ボディは基本性能として高い剛性を確保することに加え、走行中のボディへの力の入力や変形特性にも着目し、回答性が良く、ドライバーの思い通りにラインをトレースできる性能を実現。マルチリンク式サスペンションは上下ともに日本のアームを持つ構造で、ボールジョイント配置の工夫により、ドライバーの操作や路面からの入力に 対しリリニアアな弟手応手えの良いステアリングフィールを実現軽量化ではフロントサスペンションタワーフロントフェンダーサイドドアが違反などへのアルミ素材の採用ルーフラゲージドアサイドドア内側に CFRP 炭素繊維強化プラスチックを採用するなど低重心化と溶完性モーメントの低減を図り走行性能を向上に寄与。 重速オートマチックトランスミッションはシフトチェンジの際の心地よいフィードバックと切れ味の良い変速を実現構成部品のアルミ化による大幅な軽量化と部品の小型化を実施またアクセルやブレーキ車両の G 重力加速度からドライバーの意図を読み取り最適なギアを選択する新制御も採用発売時期は2017年4月頃となりそうだ価格は1000から1500万円ぐらいだと予想される